今回は自宅で簡単にできてランニングの6倍の消費カロリーがあると言われているレトロランニングを紹介します。お家の中でできますので安心してください。このレトロランニングというのは体を後ろに動かす運動になります。歩く時も走る時も体っていうのは前に動かしていますよね。この前に動かすことというのは実は膝への負担、前に進むことによって腰痛の悪化、そういったリスクも実はあるんです。久々に歩くと膝が痛くなる、走っても膝が痛くなる、そういった方は今回のレトロランニングがおすすめです。ヨガマットのスペースまたはその場でもできますので動画を見ながら一緒にやってみてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ウォーキングやランニングの6倍の効果があると言われているレトロランニングを紹介します。後ろ向きに歩いたり走ったりすることをレトロと言うんですけども、この後ろ向きに進む効果が100歩の後退が1000歩の前進、トラック1周の後退が6周の前進に匹敵すると言われています。要するに1秒あたり1、だいたい通常のペースですと1秒あたり2歩進むことになります。ということは後ろに2歩動くことによって1分あたり120歩の後退をしますから1200歩の前進に匹敵するんです。今回は1分をできれば2セットやってみましょう。まあまあ辛いんですけども、2分を行うことで1日1万歩あたりの4分の1をクリアすることができます。たった2分やるだけで2400歩相当になります。あんまり歩いてないよ、有酸素運動してないよっていう方は一緒に見ながらやってください。そして一つポイント、歩くときは左右対称に動かしますよね。後ろの場合はこれが意外とバラバラになってしまいます。はじめは右手の左足を後ろ、次は左手と右足を後ろに動かすんですけども、これが気づくと右足と右手、左足と左手っていう風に動いてしまいます。これは運動神経が関係してますので、もしそうなっちゃったよーって方はですね、コメントで教えてください。それでは行きましょう。動ける方は動いてください。こういう感じで、この時のポイントが体の後ろをしっかり動かした方がいいので、手はあんまり前に出さずに脇腹に置いてください。もしスマホ持ったままの方は片手で持ってもらって、脇腹から後ろに手を動かします。この時に左右対称にこのように動かしてください。その場で動く方は今みたいに動きます。とにかく全力で体の後ろを使ってください。グッグッっていった感じです。まあまあ息が上がると思います。目安は1秒あたり2回です。手足が同じになってしまったらまた戻してください。それではいきます、スタート。後ろにだけ動かします。こういう感じです。あまり腰が反れないようにしっかり腹筋も力入れて、背中もしっかり浮かす感じです。しっかり姿勢を正してください。かかとにね、お尻が当たる感じで、あんまり手は前に動かさずに後ろにだけ動かしてください。これだけでもね、結構汗かくんですよ。手足一緒になってる方いませんか？左右対称ですよ。よっしゃ、オッケー。ちょっと前ももがね、痛いと思うんで少し伸ばしてください。あともう1分です、頑張りましょう。あともう1分でね、120歩プラス1200歩の前進になりますんで、それではいきます、スタート。頑張って、手がね、左右対称ですよ。手足同じになってる方はコメントください。これはね、腰痛の方にもできるし、膝痛い方もできるんです。なぜかというと前に進んでないので膝に負担がないんですね。これでね、しっかり足腰もね、鍛えられますから。もし誰かにね、これ見られてね、何やってんのって言われたら、後ろに進んでるんだよって言ってください。もしね、
外で行う場合は足元注意してください。体がね、やっぱり背中側を使うのはね、汗が出ますね。やばい、OK。 しゃー、お疲れ様でした。いやー、この背中側を使うっていうのはね、褐色脂肪細胞といって、これは痩せ菌とも言われてるんですけども、代謝を上げるポイントがね、背中にしっかりあるんです。なかなか背中動かしてないよって方はね、今回みたいにウォーキングやランニングも兼ねて背中を動かすことができます。通常体は前に進んでるんで、あんまり前はね、進む場合は背中とか全く使われてないんですね。今回みたいにしっかり背中をね、一生懸命動かして、ももの裏とお尻をしっかり動かして、1日2分とかね、あんま歩かなかったよって人は、動画を見ながら何回も毎日でもやってください。頑張ってやったよとか、手足一緒に動いてしまったよとか、コメントで教えてください。グッドボタンも忘れなく。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。